21日、ヨハン・セバスティアン・バッハはドイツのアイゼナッハという町で学士のヨハン・アンブロジウス・バッハの末っ子として生まれたと言われています。バッハ家は代々優れた音楽家を出していた家系でしたが、バッハのひいおじいさんはパン屋さんと宿屋を営む音楽好きな人でした。早いうちから音楽を始めたバッハは、音楽はもちろん学校の成績もよく優等生でした。しかしバッハが9歳になった時、突然不幸が襲いました。1694年5月、母エリザベートが亡くなり、その翌年2月には父アンブロジウスも亡くなってしまったのです。8人いたバッハの兄弟たちも親戚にバラバラに預けられました。3つ上の兄とともに、年の離れた一番上の兄ヨハン・クリストフに引き取られたバッハは、優秀な音楽家である兄に憧れ、兄の秘蔵であるパッヘルベルの曲集で練習しようとしますが、この時代コピー機がないので、バッハは兄に内緒で月夜の明かりを使い、6ヶ月もかけて楽譜を写します。しかし内緒で写していたのがバレてしまったバッハは、写した楽譜を取り上げられてしまいます。でもバッハの努力は無駄になりませんでした。バッハは研究しながら写していたため、曲集をすべて覚えていたのでした。1700年3月、15歳の時、会議を訪れたバッハは親友エルトマンと共にリューベック、ミカエル教会、朝のミサで歌う合唱隊員に合格します。合唱隊に入ったバッハは間もなく声変わりを迎えますが、合唱隊以外の仕事を務めながら勉強を続けます。2年後、すべての学科を習い収めたバッハは立派な青年音楽家に成長していました。1703年、バッハが18歳の時、オルガンの支援を頼まれて、アルンシュタットの新しい教会に行きます。その教会で実力を認められ、オルガニストとして順調に仕事をします。合唱隊の指導者も任されたバッハでしたが、年上のメンバーが多いにもかかわらず、その人たちはあまり上手くなかったため苦労します。後の妻マリア・バルバラが友人として励ましに来てくれますが、メンバーからからかわれてしまい、それがきっかけで血統騒ぎを起こしてしまいます。血統は止められましたが、頭を冷やすためバッハは4週間の休暇を取ります。4週間の休暇中、バッハはルーベックの作曲家ブクステフーデを聴きに行きました。しかし、あまりに素晴らしかったため、4週間の休暇を大幅に延ばし、約4ヶ月も滞在します。帰ってきてからのミサでは、今までとは全く違う超絶技巧や作曲技法を披露してしまい、雇い主から首を言い渡され、教会を出ます。1707年10月17日、バッハが22歳の時、アルンシュタット近くの小さな教会でマリア・バルバラと結婚式を挙げます。マリアとの間には長男フリーデマンをはじめ7人の子供たちに恵まれました。その後、ワイマールという人に仕えますが、黄色のお城と呼ばれるワイマール校と赤のお城と呼ばれるバッハが勝って仕えていたエルンスト校の息子は仲が悪かったのです。黄色のお城とも赤のお城とも仲良くしていたバッハは立場が悪くなり、宮廷学士長の辞表を出しました。しかしワイマール校を認めず、牢屋に1ヶ月も閉じ込めてしまいます。牢屋の中でもバッハは月夜の明かりで作曲に没頭しました。バッハは同じ年に生まれた優秀な作曲家ヘンデルが晴れの地にいると聞き訪れますが、
すでに旅立った後で会えずに終わってしまいます。1720年、バッハが35歳の時、ケーテンの宮廷学長になります。ケーテン校の舞踊についていったバッハでしたが、帰ってくると悲しい事実を突きつけられます。妻、マリア・バルバラが病気で亡くなってしまっていたのです。悲しみにどっぷりと使っていたバッハでしたが、宮廷で出会ったソプラノ歌手のアンナ・マグダレーナ・ビルキに徐々に惹かれ、1721年12月、ついに再婚します。バッハの再婚から8日後、ケーテン校も結婚式を挙げます。ですが、新しい妻は音楽嫌いで、バッハはまた職場を変えます。バッハの新しい職場はライプツヒに求められました。トーマス教会とライプツヒの2カ所でカントルと呼ばれる位の高い音楽監督となり、ここがバッハにとって最後の任地となりました。バッハの仕事は4つの教会に教会音楽の提供、トーマス教会付属ラテン語学校の生徒の指導、さらに合唱隊の指導などなど、量が多くぎゅうぎゅう詰めの恐ろしいほど忙しい仕事でした。さらに疲れ切って家に帰ると、アンナの間に生まれた子供や親戚などでごった返しているのでした。人数が多いだけに騒音も多かったバッハの家ですが、その騒音の中でバッハは数々の美しいカンタータを作曲しています。しかし、ただうるさいだけの家族ではなく、パート譜を作るのも活躍していました。何しろ人数が多いので1724年にはヨハネ受難局、そして1727年にはマタイ受難局を完成させ、バッハの声楽曲の最高峰となった大作が生まれました。しかし、バッハは晩年白内障を患い、ほとんど視力を失ってしまいました。しかし、目が見えなくなってもバッハは作曲をやめませんでした。こうして作曲されたのが晩年の大作、フーガの技法でした。この大曲は未完のまま終わってしまいましたが、その当時すでに立派な音楽家になっていた息子のヴィルヘルムとエマヌエルとともに、フリードリヒ・フィダリオの宮廷音楽館に招待され、華やかしい時間を過ごしました。1750年7月28日午後8時過ぎ、ヨハン・セバスチャン・バッハが64歳で亡くなりました。バッハのお墓は150年近く忘れ去られていましたが、1894年になって見つけられ、現在はライプツヒの聖セント・トーマス教会に眠っています。バッハとはドイツ語で小川という意味があります。後にベートーベンがバッハは小川ではなく大きな海だと言った通り、バッハの音楽は国や時を超えて私たちに広く深く愛されることになりました。実際はバッハの死後、彼の音楽はしばらく忘れられていました。しかし1829年ベルリンにおいてメンデルスゾーン指揮によるマタイ受難曲の歴史的復活上演により、バッハの音楽は不死鳥のごとく